近森遺跡公園の環状木中列復元模型。近森遺跡金沢駅西金沢駅の野々市駅、野々市駅。近森遺跡は石川県金沢市新保本町に所在する縄文時代後期から晩期の遺跡である。1987年2月23日に国の史跡に指定された。本遺跡は西川の作り出した戦場地にあり。 地下水が豊富にあるため木製品や植物製品が残されていた。1954年から数回にわたり発掘調査が行われたが1980年の調査の際に、掘立柱の環状を牧中列が発見された。その後の調査で、直径30から85センチメートルの巨木柱の株部,部分が総計347点も発見され、 円を描くように配置されている。それら木柱の多くは縦に半分に割られ、断面がかまぼこ形になっているものや有字型になっている。加工されていないものは少ない。硬い栗材であり、運搬に便利なように反設してあり、木徳を開けている。これら木柱の内直径50センチ以上の23本の巨大な木柱は、集落の中央広場付近に8から10本が組みに、 なって、直径6から8メートルの円形に規則正しく、並べて建てられ、出入り口がついている。円形以降、正方形以降、長方形以降の3タイプに分けられる。これらのタイプが近接したり、重複したりしている。柱根だけが残っているので本来の長さはわからないし、どのような建築物であったかもわからない。しかし、柱の太さから言って、 普通の住居ではなかったことは推測できる。これら、木柱根の湿度が、縄文時代の遺跡の中で極めて多く巨木文化の存在が考えられる。祭祀施設と想定されている。史跡公園として整備されており、木柱が復元されている。公園の横には、付属資料館として、金沢姉妹蔵文化財収蔵庫があり、出土品が展示されている。 環状牧中列は北陸地方を中心に全国で十数箇所見つかっており、同じ石川県のマ脇遺跡でも発見されている。富山県の桜町遺跡も著名である。ありがとうございます。